チャイニーズ・デモクラシーは、ガンズ・アンド・ローゼーズの4枚目のスタジオアルバム。約14年と約14億円の費用を費やして制作されている。1991年にリリースの、ユーズ・ユー・アイ・リュージョン、LL 以来17年ぶりのスタジオアルバム。一般に、このアルバムのレコーディングに着手したと伝えられているのは、1994年である。二千一年に入ってからは、 バンドはすでに後の収録曲、チャイニーズ・デモクラシー、ストリート・オブ・ドリームス、マダガスカルをライブなどで披露し始める。アクセル・ローズは当時からアルバムの制作は終わった、もうじき完成するといった発言を繰り返しており、同年6月にリリースされるという噂もあった。すでにこの時期に新作となるアルバムタイトルがチャイニーズ・デモクラシーであることも周知であった。 しかし結局アルバムがリリースされることはなく、その後数年にわたり幾度となく、アルバムリリースの噂が流れては消えた。2006年、チャイニーズ・デモクラシーのツアーの様子。2008年に、アクセル・ローズは、フロントラインマネージメントとの契約を発表、強力なマネージャーをつける。また、ユニバーサル・ミュージックの流通部門で勤務していた、ケビル・コギルという男が、新作の9曲を、 自身のブログにリーク、著作権侵害の容疑で逮捕されたこともアルバム発売に関しての話題性を高めた。同年10月16日、ついにユニバーサルミュージック公式サイトにて2008年11月23日に新アルバムチャイニーズデモクラシーを世界同時リリースすると正式発表、新作リリースが決定した。チャイニーズデモクラシーとは日本語で 中国の民主主義との意味で発売日の翌24日に中国共産党の機関紙が中国への悪質な攻撃だ。アメリカのバンドが悪意を持って中国を攻撃するアルバムを発売した。西側の人間が民主主義を利用し世界を支配しようとする陰謀の一部と非難した。現状、チャイニーズデモクラシーは中国での発売が禁止されている。 同アルバムの公式サイトが中国では閲覧不可能となっているほか、同国インターネット検索エンジン大手の100度がチャイニーズデモクラシーに関する検索をブロックしているという。ただし、現地時間24日朝の時点では、ベース NS 大手のマイスピースであれば、中国のユーザーたちも同アルバム収録の14曲を視聴できたほか、ガンズローゼズの公式サイトもアクセス可能で、 各ブログでもこのアルバムについて中国のファンたちが自由に語っていた。ブロガーたちの意見は様々で、ガンズローゼズは中国に対し誤った軽蔑的な見方をしていると書く者も,もいれば、アルバムの名前だけで判断すべきでない。実際に曲を聴いて理解し考えようとしたのかと冷静な態度を訴えるファンもいる。同アルバムの公式サイトでは、 中国人にもサイトへのアクセスが許可されるべきかという質問が掲載され回答者の70%がそう思うと答えている。一向に発売されないアルバムであったチャイニーズデモクラシーだがドクター・ペッパーは2008年3月にもしチャイニーズデモクラシーが年内に発売されたらバケットヘッドとスラッシュを除くアメリカ全国民に無料で ドクターペッパーを提供すると発表した。実際にアルバムがリリースされたため、ドクターペッパーは2008年11月23日に限定してクーポン送付先住所の登録フォームを drpepper.com に掲載した。実際に2から4週間後にクーポンを送付したものの、アクセス障害などにより登録の手続きを行うことのできない人もいた。 ビーズの松本隆博は、自身が最も気に入っているアルバムに挙げている。チャイニーズデモクラシー、チャイニーズデモクラシー、シャクラーズリベンジシャクラー、エスリベンジベター、ベターストリートオブドリームス、ストリートオブドリームス、イフザワールド、イフザワールド、ゼアワズアタイム、ゼアワズ、エアタイム、イムキャッチャーインザライ、キャッチャーインザライ、スクレープトスクレープット、ディア,ド,アンドザベドインズリートエヌ、 ザベ・デューンズ・ソーリー・ソーリー IR ・ IRSIRS マダガスカル、マダガスカル・ディス・アイ・ラブ・ディス、アイ・ラブ・プロスティチュート・プロスティチュート。ありがとうございます。